した方がいいか。いや、多分ね、乾いたら出るのかな。分厚すぎただけなんだよね、上が。覆面が、ほら、多すぎるんだよね、上が。だから今俺、上のやつをちょっと横に伸ばそうかなと思って。でもそういう、なんか木目が出ない感じの塗料なのかもしれないな。だとするとちょっとイメージと違う。いや、乾いたら出てくると思うよ。だこれはそれが、よかったらこれにする。いや、これだって真っ黒になっちゃったら嫌じゃん。正直。木目が活かせないな、ちょっと。とりあえず外側だけでいいや。そう？なんか鳥ってさ、なんか中が黒かったら入ってくんのかなと思って。鳥小屋？これはとりあえず餌小屋だ。餌小屋？とりあえず外側だけ塗ってみて。なんか中が黒かったら入ってこないんじゃないかってちょっと思っちゃった。木目が出てきたじゃん。よかった。とりあえず一回塗って乾いたら、もし足りなかったら、ちょっとだけ足すっていう感じなんじゃないの？ちなみにそれこうやって混ぜた？混ぜたよ。こういうところがなんか乾い始めたらさ、なんか木の模様が出てきたじゃん。あ、その感じがいいよね。なんか。なんとなく。その裏側は見えないから塗らなくてもいい。ここ？ここ。あ、俺裏側塗っちゃったね。いいよ。ここはだってどうせこうやってつけたら見えないから。ペイントがついちゃうかもしれないし。あとここと。うん、その外側は塗ってもいいかな。裏が見えそうだから裏も黒くしちゃうかな。なんか中が茶色い方が入ってきそうな気がする。 木だからなんかどうなんだ。うん、いい感じ。やっぱ黒い方が可愛い。
裏側でとこの話してる。これとこれを入れる予定だ。裏側でどこの話してるの？うん、ボトム。中？うん。ああ。かけた時にこっちが見えんじゃないかな。なるほどね。ここね。そう。逆側に倒した方がいいんじゃない？え？こっち側を下にして塗った方がいいんじゃない？大丈夫だよ。こうしたら。そうそうそう。そこがさ、高く吊るすと、うん、下から見える。これ何度塗る？何度塗るよ。4時間以上置いて2回塗り。でもこうなったらさ、どう干したらいいか分かんないんだよね。逆側にして、その手前は汚したくないから。違う逆。そうだってどうせそこ間が空くから。そうここは。いいじゃん。どういうじゃん。いいんじゃないか。いいと思う。はい。あ、こっちも。
これめ、もともとちょっと茶色系だから、これ多分2回塗らないと黒くならないんだよね。多分全部2回塗りが基本だ。そうだよね。まあ、プラモデルでしょ。2回塗るっていう。
裏側塗る必要ないでしょ、まえさん。
完成ですね。とりあえずこんな感じで、その割れていたこの隙間をねやってくれたらもっと綺麗かな。どうか、これはね乾燥で割れちゃってんだ。この穴がなんか微妙にさ、これこのままかな。オッケー。うわ、手が真っ黒になった。ここら辺とか。まあ、シャワーですぐ落ちるから。もう水性だから。じゃあここにほっといて乾かすんでね。4時間後くらいの、でも4時間もかかんない、この天気だと。